どうも、こんにちは。はい。で、今回はですね、よく分かってないんじゃないかなっていう話でね、おばちゃんの会話ってよく分からないってあるじゃないですか。おばちゃんの会話、例えば失敗したとかですね。ああ、おばちゃんが失敗したの違うわよ。あの人よ。ああ、あの人。すいません。あの人って誰ですか？もうどうだっていいのよ。本当はおばちゃんが失敗したんですか？そうよ！なんでわかんのよ。なんで失敗したんですか？私があの人投げたら、あの人なんか大嫌いって言ったから、あの人も嫌いだった。あの人って何人いるんですか？今聞いた中では2人だと思うんですけど。ああ、そうね。おばちゃんの他にその話してる人以外に2人いるんですか？そうよ。よくわかるね。ちょっと聞いただけでね。で、おばちゃんが失敗したのは何か原因があるんですか？ああ、あの人にそう言ったのが、私があの人にあげようって別のあの人だったってことよ。なるほど。じゃあ三角関係、まあ三角関係じゃないけど、おばちゃん同士だからね。え、何をあげたんですか？ああ、また聞くね。誰が？誰に？とかですね。で、おばちゃんは何をあげたのよ。関係ないわよ。なんで話さなきゃいけないの。なんでお姉ちゃんになれて私に話さないの。で、何をあげたんですか？それがね、おかしなんだけどね。じゃあこの A さんに、いや A さんじゃない、 B さんかな。ああ、まあいいです、その指定でいいです。 B さんにお菓子をあげたんですね。そうよ、それはおばちゃんが。そうよ、私よ。で、本当は A さんにあげる。そうそうそう、よくわかるね。本当は A さんにあげなきゃいけなかった。それで失敗したのはおばちゃんのほかに誰なんですか？そうよ、だ私と A さんよ、失敗したのは。おばちゃんの失敗と A さんの失敗、どっちが大きいの？私のが痛いかな。で、それ修理聞くんですか？修理？機械じゃないよ。いや、人間関係の修理。じゃあ私がもう一回 A さんにお菓子あげたらもう大変なことになるわよ。ああ、わかりました。じゃあおばちゃんが一番痛いんですね。そうよ、私が一番痛いのよ。わかります？あ